こんにちは。PMAX 純正品超音波チップを製造しております。錦部製作所の錦部光義と申します。今日はですね、超音波チップとハンドピースの、締め付けに関してお話ししたいと思います。普段何気なくやっている、こうした取り付けですけれども、コツがあります。簡単ですので、ぜひ覚えてください。今トルクレンチもありますし、こうした板状のものもレンチもありますけども、両方とも同じです。これちょっとこの、サテレックのこのハンドピースの上の部分と見やすいように取ってますけども、必ずチップを取り付けるときは、手で根元までつけてから、板状のものだったら、こう、キュッと締めます。で、レンチの場合も、トルクレンチの場合も、キュッとこれで締めます。で、必ずやる。これなぜかと言いますと、手の方が敏感なんですね。どうしてもトルクレンチとかでですね、こう、チップがこう、ついたまま、このように締める場合もあると思うんですね。これカバーになってるので、安全面を考えてという方もいらっしゃいますので、それはそれでいいと思うんですけども、このままこうつけますと、やっぱりちょっとネジが、引っかかるなとかですね、若干斜めに入ってるなっていう時に気づきづらいんですね。で、指は敏感ですので、こうやって入れてるとですね、わかります。なので、手で、ここの、できれば手で根元まで行ってから締める。トルクレンチでも締める。ということをやってみましょう。はい。トルクレンチの注意点ということで、二つあります。トルクレンチは、このようなトルクレンチは、各メーカーで採用されてるんですけども、トルクレンチはですね、トルクが緩むことがあります。トルクが緩むということは、締めたつもりでも締まってないということが起こります。これを確認する方法は簡単ですので、例えば、こう、締めます。ここからトルクレンチで締めた後に、こうした板状のレンチでですね、緩めてみるんです。で、簡単に緩めば、それは締め付けが弱くなっている。トルクが弱くなっている。ということになります。で、逆に、締めてみてもいいですね。あれ、まだちょっと締まる。ということであれば、トルクが弱まっている可能性があります。で、新しいのを持ってきて、またトルクレンチ、新しいトルクレンチでもう一回それをやってみましょう。で、締める。で、また緩めてみる。やっぱりさっきと感覚が違う。ということになれば、そのトルクレンチが、初めのトルクレンチが、トルクが弱まっているということになります。はい、二つ目です。実はですね、トルクレンチは壊れてしまうとですね、空回りしなくなることもあるんですね。なので、空回りしないので、ギューッと締めてしまうと、ネジが壊れたりということがあります。ですので、これはもう感覚になってしまうんですけども、締まって、根元まで締まってる感覚があると。で、ギューっていつもの通り締めてるんだけども、空回りしないなと思ったら、おかしいなと思って、やめてみて、緩めてみたり。やっぱりこう、その時は、さっきこう、このようにこう、安全のためにやってるんだとしてもですね、取ってみて、手で根元までつく感覚があって、もう一回そのレンチで締めてみる。で、やっぱ空回りしないということであれば、そのレンチは壊れてる可能性がありますので、使うのをやめましょう。はい、今日はチップの取り付けに関するコツをお話ししました。このように、超音波スケーラーや超音波チップ、シャープに関してもお話ししていきたいと思います。励みになりますので、よろしければチャンネル登録や、コメント、いいねなどもお待ちしております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。